はい、こんにちは、タートルです。いやー、皆さんご無沙汰しております。ということで今回はですね、女性でふくらはぎを細くしたい人、むくみやすい人にね、向けたアドバイスをね、ぜひお伝えしますので、足が気になっている女性は必ず最後まで聞いてください。まずですね、足がむくむ原因堂々の第1位はですね、塩分の取りすぎでむくむ方が多いです。まあ、塩分といってもですね、やっぱりお酒を飲むと基本的におつまみを食べちゃいますね。まあ、お店に行ってお酒飲んだら、その当てになるものっていうのは基本的に塩分が高いです。まあ、枝豆とか、例えば刺身食べても醤油つけて食べるとか、基本的にはね、塩分が高い食事が多いんで、これをまず気をつけていくだけでですね、かなりむくみにくくなります。よく言われているのがですね、塩分 5g、まあ、例えばラーメン1杯、まあ、塩分が 6g ぐらい入ってるんですが、ラーメン1杯を食べただけでですね、基本的に体から1リットルの水分を出さない体になります。ということはですね、体がもうすでにラーメン1杯食べちゃうと1リットルむくむということです。まあ、もちろん足だけじゃなくって、お腹とか腕とかもやっぱり水っぽくね、体がぼってりします。なので基本的に塩分を控えるだけでむくみがだいぶ改善されます。そしてあとはもちろんデスクワークとか立ち仕事の女性側もやっぱりね、多いと思うんですが、この時にあるね、少し気をつけるだけでその日の足の疲れっていうのがだいぶ軽減されます。というのは、ふくらはぎの力を抜くことを時々するというのがとても大事です。じゃあまずね、座ってるパターンからちょっとやってみます。まずね、まあ、デスクワークこうしながらね、座ってると思うんですが、この時に足っていうのは基本的には床につけてると思います。この床につけていることが実はむくむ原因になってます。足っていうのはですね、足の裏をペタッとつけてるだけで、触ったらわかるんですが、ふくらはぎはね、意外と力が入ってるんです。力が入ってるってことは、やはり血行が悪くなってむくむ原因になるので、この時にですね、実はつま先立ちになります。まあ、もちろん両足ってちょっとバランス取りにくいんで、片足ずつでもいいんですが、つま先を立ててかかとを上げておく、そしてふくらはぎがしっかりね、柔らかくなっていることを確認します。まあ、交互にね、時々やるだけでいいです。あとは足の甲を床につけて、膝をね、こういう風に曲げておきます。これもふくらはぎの力がしっかり抜けてるんで、これを何回かするだけで、仕事が終わって帰る頃にはですね、案外むくんでないです。床に足をつけるんじゃなくて、つま先を立てる、もしくは足の甲、ふくらはぎの力がしっかり抜けたことを確認して、こうやってね、仕事をするとですね、全然違います。そして今度は立ち仕事の人のパターンですね。もちろん立ち仕事で、まあ、もちろん接客してると難しいと思うんですが、立ってる時にですね、たまにですね、つま先立ちです。両方、もしくは足を上げてるっていうこともふくらはぎの力が抜けてるんで、たまに足踏みをし、これ体揺らすだけではふくらはぎ力入ってるんで、たまに足を浮かせるっていう感じをたまにするだけでですね、全然仕事が終わった時には違います。上げてふくらはぎが柔らかくなってることを確認するっていうことと、あとは足を交互に浮かせる。この時に歩く時みたいに交互にやるんじゃなくって、ペタペタ足で足を浮かせる。もう少しももをね、上げてもいいんですが、ペタペタ足でふくらはぎの力が抜けた状態を時々作るっていうのがポイントです。皆さん、とても参考になりましたかね。結構ですね、むくみっていうのが改善されない、だから走るとか歩くとか、いろんな人がいると思うんですが、もちろんふくらはぎを細くするためには、今みたいにね、まずむくまない状態を作ることが大事です。そしてよくね、歩くことがふくらはぎにいいって言われてるんですが、人によってはふくらはぎが太くなります。まあ、例えば地面を蹴りすぎて大股で歩くとかすると、ふくらはぎに負荷が行き過ぎちゃうんで、筋肉発達して太くなります。まあ、あとは体重差によっても違います。例えば40キロの人が上手に歩くのと、80キロの人が歩くのって言ったらですね、体重が全然違うんで、ふくらはぎに負荷がいってですね、やっぱり体重が重い人ほどふくらはぎは太くなります。なので、ももはしっかり鍛えてもいいんですが、ふくらはぎというのはあんまり鍛えるんではなくって、むくまないようにするっていうことがふくらはぎを細くすることにつながります。ぜひですね、皆さん、今みたいにデスクワーク、そしたらあと立ち仕事、ふくらはぎが気になる人っていうのは、ぜひね、参考にしてもらえたらと思います。今日はおしゃべりばっかりでしたが、ぜひ参考になった方はグッドください。そしてコメントもね、ぜひぜひください。またなかなか動画上げれてませんが、動画を上げていきますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.